タイトープレゼンツ、不動明王伝。どうもタブヤンです。今回は単発実況、1988年斉藤さんのファミコンソフト不動明王伝プレイしてみたいと思います。早速いきましょう。スタート。さあ、このゲームの動き見てレトロゲーマーならね、あのソフトを思い出すんじゃないでしょうか。おっと、やられました。紹介する前にやられた。斉藤さんのね、影の伝説2と言えるんじゃないでしょうか。この不動明王伝と言ってもほとんどプレイしたことありません。初見実況プレイ。あー、やられた。敵に当たるだけでやられる。不動明王伝、地上から行こうか。これ目的はどっちに、右に向かえばいいのかな。左から右へのスクロール、スーパーマリオブラザーズの影響ですかね。おっと、危ない。なんかアイテム出た。早い。敵に触ったら死ぬっていうのがちょっときついですね。3分持ちませんでした。最近3分持たないことが多いな。やっていきましょう。なんか他に武器が、あ、なんかアイテム出た。あ、やられた。敵に触れたらアウトって影の伝説そうだったかな。なんかこんなにすぐやられなかった記憶があるんだけどな。敵と重なってもセーフだったような気がするんだけどな。あ、なんかで、なんか取った鍵。あ、やられた。いや、敵の体当たりがきついねこれ。アイテム取った。ここ入れるのかな。あ、やられた。なんだよ、おい。結構難しいんじゃないこのゲーム。実はこのゲームね、ファミリーコンピューターソフト初の3メガバイトというね、あの2メガっていうのは頑張れ五右衛門からくり道中だったと思うんですけど、初のね。あ、これあのか、刀がこっちの方が、あのこのゲームね、話途中でしたけど、初の3メガバイトということで、だから何って言われればそれまでなんですけどね。あー、ダメだ、刀と刀の間で。難しいなこのゲーム。攻略法ないのかな。おーい、一気に飛んでいく。一気に飛んでいったらこれすぐやられると思うんだけどな。ほら、もう運でしょこれ。運の要素でしょ。飛べ飛べ飛べ、すごい跳躍力なんだよねこの主人公が。あー、なんか来ましたね、初めて。ほら、危ない。ほら、もうやられるよね。ちょっとすれ違うだけでアウトっていうの。あ、途中から。でも移動スピードはめちゃくちゃ速い。うーふふ、それが逆に厳しい。一体もう何回ゲームオーバーになったんでしょうか。コンティニューしてみようか。あー、パスワードコンティニューか。三角三角四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 角。結構パスワード、さすが3メガバイトですね。ミスマッチ、さすが3メガですね。一面はクリアしたいな。慎重に行こうか。これゆっくり行けばいいんじゃないの、焦らずにさ。あんまジャンプしない。危ないな、危ない危ない。刀刀刀も怖いんだよね。なんかすギリギリのとこで戦うから。ほらほら、危ない危ない、危ねえ。よし、なんか取って。これ落ち際やばいよ、落ち際やばい。おい、あいつも振り回してるよ。おい、あ、なんか取って、出た、なんか出た。欲しい。どうやって使うかわからない。危ない、死にたくない。
制限はないのかな。ないみたいですね。ゆっくり行った方がいいなこれ。うん。危ない。あ、星マークいいね。あ、鍵。おお、なんか取れるのかこれ。アイテム取った。おお、なになになに、ボス戦、何が起こった今。ああ、やられた。くねろくねろ。ああ、やられた。もうないのか。危ない。何これ、逃げた方がいいのか。え、違うな。なんか戦うための部屋ですねここ。逃げろ。じゃあクッ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 クか。何ここ、無理じゃない。もう逃げろ。倒さなくていいんじゃない。確かね、影の伝説の時は下を押してからジャンプすると。ああ、ラスト1機、危ない。あ、分身いいね。これ無敵じゃない。無敵チャンス、これはチャンス。あれ、いやいや飛べない。鍵持ってないから入れないんだよね、あそこ。時間制限ありでしょこれ絶対。なんかその間にアイテム取りたいな。あ、鍵取った。入れるんじゃないここ。ここ入った。何にももらえない。何それ、出れない。え、どういうこと。あ、出れた。よっと、ラスト1機か。危ない、今の危ない。敵を倒してアイテム取った方がいいなこれ。今当たった気がするけど。よし、敵を倒してアイテム、あー、アイテム取る前にやられた。なんかあの忍者服部くん的なアイテムを取る方がいいのかな。最初アイテムため。うわまだね、始まってね10分も経ってないと思うんだけど、10回ぐらいゲームオーバーしてない何この難しさ。でも不動明王伝ってあんまり皆さんご存じないゲームだよね。影の伝説2かなんかにすればよかったのにね。あのゲームの名前をね、タイトルを。早いな死ぬの一面のボス的なやつを倒したいよね。あ、死んだ。でもこれいいよね、星で3回まで死ねるっていう非常に重要なアイテムですよこれは。あ、炎、なんだろうこれ。危ない。あ、なんか出た。鍵、オッケーオッケー。鍵どんどんアイテム閉じていこう。アイテムがこれ重要だな。画面スクロールがしかし早いよね目が疲れるよね。鍵入った方がいいのかな。あいつ倒した方がいいのかな。お、なんか出た。おお、いっぱい鍵出るね、アイテム出るね。入れ食いだ。慎重に慎重に。よし、あ、分身いいじゃん。一気にジャンプ、いけ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 。その間にアイテムまた稼ぐっていう。あ、なんか出た鍵。あ、消えた、アイテム消えた。アイテム出ない、アイテム出ない。ジャンプ、あー落ちたー嘘でしょ、危ない、やばい、これ落ちる、落ちたくない。こっから上、あ、やばい、消えたよ。あ、出た出た、こっからジャンプだ、落ちるな。よし、あー死んだー。でもあと1回ある。分身が、分身なくなったらまたアイテム集めね。なんか取った、なんか取った、フェニックスみたいなの取った。ジャンプ、オッケー、着地成功。危ない、刀振って、なんか鍵取った。危ない、うわもう怖いなこれ。雑魚キャラめっちゃ強いよねこのゲームのあー怖いよ、落ちたくないよ。危ない危ない、刀刀刀振って刀振って刀振ってない。あー死んだ
やっぱり死ぬ。あ、ここアイテム稼ぎたい。あー、もったいない。どっからだ、どこだここどこだここ。あ、また、あ、なんかある、アイテム、新しいアイテム。え、あ、怖い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 、死にたくないよあ、これ分身、なんだなんだなんだ、取りたい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 、アイテム取りたい。おお、何これなかなか強力な攻撃。でも分身が取りたいよな。これ命あっての、まず命を、アイテム出せよ。この、あぶねえ今。あー、うまくいってんのかこれあ、なんか出て、なんか出た。あー、死んだー。また最初同じとこからか。くっそー、いつになったら一面クリアできるんだ。おー、コテンパンにやられました。不動明王伝、いつの日かパスワードコンティニューか、裏技でね攻略したいですね。もうお腹いっぱいになるほど死にましたねめちゃくちゃ難しいねこのゲーム。なんか敵と接触しても死なない仕様だったら嬉しいのにな。マイルドな感じで難易度選びたいですね。いやー、私はまだ影の伝説さえもね、クリアしてないので、不動明王伝、いつの日か戻っていきたいと思います。最後までご視聴、ありがとうございました。影の伝説2とも言えるね、斉藤さんのゲーム、不動明王伝でした。このタイトル画面、目がチカチカするね。3目がありますからね。まだまだ隠された容量があるんでしょうね。それではまた次のレトロアクションゲームでお会いしましょう。さよならー。